あゆなさんがくれたお部屋、壁も屋根もあってなんだフル。お部屋だからね。あゆなさん、おはようです。おはよう。ゆっくり眠れた？うんうん、めっちゃ寝た。起きてすぐにあゆなさんに会えると、あ、幸せ幸せです。早速使いゆる今日はなんだフルな日になりそうよ、ね、お、よかったよかった。またあゆなさんに会えて、あ、幸せ幸せです。こうやって使う言葉がどんどん増えていくのね。何回でも会いに来てね。もちろん。ミルクたちはいつもあゆなさんに会いたいです。かわいい。こうやって言ってくれたらめっちゃ会いに行きたくなるよね。のんびりしていてほしいです。うんうん、いっぱいなでなでしてね。ってことで今回はちょっと久々に撫でましょうか。はい、両方撫でてくよ。撫でて。はい、撫でます撫でます。ありがとう。かわいい。気持ちいい。いいね、大満足。大満足。後ろで積み木で遊んでるんだけど、なんかいいね、いいね。ああやってちゃんと揚げたもの使ってくれるのいいよね。二人で一緒に遊んだりとかはせんのかな。崩れた崩れたよ一生懸命集めよった。えへへです。はい、ありがとうです。いえいえ。そして後ろを走っていく。もも満足したです。あ、満足した。よかったよかった。はい、それじゃあちょっとガーデニング、お水今どれぐらいあったっけ。結構あったかな。3か。ちょっと足りんかな。ってことやけん、ボール遊び。ボール遊びをちょっとどうにか続けれるようにしたいの、私は。A。前回ゼロやったけんね。あれはちょっと、さすがにやばかったと思うの。タイミングがわからねえ。ちょ、待って、もうちょっと早くか？A やった。いや、違うな。もうちょっと遅く？はい。はい。ん？も、ん、早くなのか？はい。なんでなの？え、なんか一切できんくなったらしい。どういうことな？あ、返せた返せた。それ。思っとるよりも遅くか。はい。遅くだね。わかったわかった。わかってね。わかったって言った途端にダメになるやつ。はい。いや、リズムが変わると無理だな。はい。はい、スピードアップをしないでいただきたいです。行くよ。今すごく楽しそうよ、二人とも。行くよ。ごめんなさい。てかどこから出してんだあれは。とりあえず多少続くようになったけど、でも1回目のスピードアップでもうすでに私は無理なんだよね。あ、はい、いける。行くよ。あー、ダメだダメだ。なんとか10周までは行った。ありがとう。また遊びたいです。うんうんうん、ぜひぜひ。あ、でもこれで一応、はい、幸せの水が3つってことでガーデニングを。今回新しいの育つかな。育つといいんだけれど。あ、必ず新しいのが育つとこどっかあったっけな。どれだ、一番最初のやつかな。うん、どれだかわからねえ。でも見たことない気が。あ、なに、スズランかな。なんか結構見たことないのあるかな？ 3 つぐらい。タンポポ。お、タンポポや。やったね。よし、これで新しいのタンポポできた。シクラメン。そして、スノードロップ。へー、スノードロップって言うんや。これも新しく。そして、白菜。秋のバラ。あ、なるほど。白菜と、スノードロップやったんやね。なるほど。ってことで次は、まあ、ここ新しいのも育ったけん、次こ、なかった。なかった。じゃあこの楕円形の種。と、こっちは、楕円形の種かな。うん、やね。楕円形の種やね。はい。と、ここは、あ、もうこれいけるんじゃない？次できるんやないね、新しいやつ。はい、そして、
ここが、はい、楕円形の種。そして最後、あ、もうここは 5% もできとんやね。両方できとる。あ、これか、似とるやつって思ったの。じゃあここ、四角い種。オッケー。さあ、それじゃあちょっとエピソードを聞いていこうか。さあ、今回のエピソードは、あゆなさんがくれたお部屋、壁も屋根もあって、なんだふる。お部屋だからね。このお部屋、こんもんの専用の部屋やんね。ふんふん。てかさ、猫一匹にこんだけ大きい部屋あるってすごくない？やばいよね。ポカポカ。ふんふん。暑かったらカーテン閉めてね。閉めれるんか知らんけど。好きなものを隠さなくていいの。なんだふる。まあ、自分専用の部屋やけんね。桃ね、縄張りパトロールでいろいろ集めてるの。ふんふん、宝物的な感じ。綺麗な石とか、珍しい瓶とか、面白い形のガラクタだな。こういうのコレクションって言うのよ。うんうんうん。あ、ねえねえ、あゆなさんがついつい集めちゃうものって何？私がついつい集めちゃうもの？私がついつい集めちゃうもの、え、なんやろ。ついつい集めちゃうもの、カードとか？そういう感じ？いや、まあ今はそんなに集めてないけど、なんかでもね、なんかこう、何かと集めてファイリングしたくなるんよね。カード。だって私ダイソーで買ってきたファイルめっちゃいっぱいあるもん。カードをめっちゃ挟んでいく。好きなものがいっぱいあると楽しい気持ちになるよね。わかる。好きがいっぱいあると大好きになるからかも。あ、リップか。今の私がめっちゃ集めてるものリップだわ。ねえ、だついこの間も私、先週一本買ったもん。また好きがいっぱいなのが大好き。そうそうそう、合ってるよ。うん、いっぱいは大きいよ。うんうん、だから、うん、そういうこと。好きがいっぱいで大きい好き大好きだよね。うんうん、このお家には好きなものがいっぱいあるよ。ってことはお家大好きってことやね。壁でしょ、屋根でしょ、そういう、部屋でしょ、その辺もね。おいしいキッチンに。キッチンがおいしいわけじゃないけどね。お庭にみんなが帰ってくる玄関。全部の場所大好きやね。好きがいっぱい詰まったこのお家が桃大好き。うんうん、いいことだわ。今回のエピソード桃だけあった。そうか、やっぱそういうこともあるよね。はい、お出かけをしましょう。さあ、今回はどこに行こっかなー。あ、そうそう、お魚ハンター。じゃあね、またそう、この餌ちょっとないけど、次はこの何色なんやろ、ピンク、何が釣れるかな、茶色、よくわからんけど、この色のやつでちょっと全種類魚を釣っていきたい。食いついてます。はい、来たー。お、一発取ったぞ。お、かわいい、金の隠れ熊の実、めっちゃいいやん。やったね。お金はゼロなの？間違えた。餌を間違えたよ。ちょっと待って、こっちこっち。さあ来い。今だ。はい、来たー。ああ、逃げられた。待ってね。そうか、逃げることもあるのね。ちょっとスピードが速かったね。間違えました。めっちゃ普通に間違えました。はい、さあおいで。食いついてる。頑張れです。はい、おおお、来たよ。なんだする、これは金のうなぎ。イエーイ。あ、さっきのもお金はもうすでに入った後やったんかな。さあ次は全種類いけるかな。間違えた。ついついポチポチ押してしまう。今のところ2匹とも金やったね。食いついてる。はい、ほい、取ったぞ。金のナマズ、なんか一瞬釣り上げるとき黒く見えたけど、気のせいか。魚釣りが一番確実にお金が貯まりよんかな。さあ、あと2種類。これは来るんじゃないか？
食いついてます。どうでしょう。ハイパー。すごいです。お、金のフグ。やった。今のところ確実に1種類ずつすべて釣れている。さあ、あと1匹やねん。全部金、もしや。この餌で釣ればすべて金かもしれない。来い。まだ。はい。てい。はい、来たー。すごいです。ああ、隠れ熊の実か。あと1種類なんだよ。あと1種類だから来てくれ。餌あと2個しかない。お願いします。まだ来てないやつ。食いついてる。ほい。どう？取ったぞ。ああ、隠れ熊の実が一番出てくるんかな。は、あと1種類なのに。もう餌があと1個しかないの。食いついてる。は、来い。どう？やったー。はぁ、フグだ。来なかった。くっそー。悔しいね。まあまた今度ということで。これもあと2種類やし、あと1種類。するぞ。くー、あとちょっとやったんやけどなぁ。ほい、それじゃあまたエピソードを。はい、今回のエピソードは、次はミルク単体とかかな。お、やね。あゆなさん。来た来た。おはよう世界です。おはよう世界。あゆなさんがくれた、このお部屋、とってもニャンダフルです。いいね、いいね。もう、おあつらい向きにね、魚の壁紙が。体丸めなくていいです。ははそれはずっと外にいたから、あのらとして。何にも心配しないで、ゴロンで。周りに花が飛んでる。幸せ、幸せです。外敵が来ることもないからね。それに、お部屋を可愛いにできるのも、ああ、幸せ、幸せです。ね、自分の趣味で部屋を固められるのはいいよね。ありがとうです、あゆなさん。いえいえ。どういたしまして、可愛いお部屋にしようね。はいです、可愛いお部屋で、可愛いニャンスタ写真撮るです。部屋の中でも綺麗なお部屋はお部屋紹介とかせんといかんね、ミルクのだからお部屋をピカピカにする方法を女子力たくさん調べちゃいました。なるほど。窓は新聞紙でそんなことまで調べたのね。人間の知識やん、めっちゃ。それからそう、学校でもしよった窓を新聞紙でって。カーペットのゴミが取れるそうです。みんなのお家、家族のお家、いつもピカピカにしたいです。猫の手も借りたいって言うけど、この子たちなら実際に掃除もやってくれそうやね。これは本当は内緒なんですけど。なになに。このお部屋にはミルクのへそくりがあるんです。お金、どこどこ、いくらあるの、いくらあるの、どこどこ。それはお部屋のは、ダメです。言いそうになったね。へそくりだから場所は行っちゃいけないんです。でも私やったらへそくりの場所を自分で忘れそう。結構おばあちゃんとかであるあるよね。お部屋の隅っこになんて。お、その場所にあるのね。隠してないですよ。わかりやすい。そしてその表情好き。あゆなさんがくれたお部屋とっても好きです。多分あの棚の隙間とかにあるんよ。またミルクのお部屋に遊びに来てくださいです。うん、来るよ来るよ。どんどん服とかも増えていくんかな、売り寄るやつね。いろいろと着せ替えがしたいから。ちょ、とりあえず今回お金がまた増えたけん、プレゼントをあげよう。バドミントンラケット。これ二人で遊んでくれるってことかな。買おう買おう。はい、そしてプレゼント、バドミントンのシャトルとラケット、二人でできるようにセットになっている。お、やっぱ二人でやってくれるんや。今までの結構こう二人用のプレゼントではあるけど、全部一人で遊ぶようやったもんね。バドミントンラケットをプレゼントしました。これで部屋で二人で一緒に遊ぶところが見れるか。わあ、何これ、何これ、遊ぶ道具。そうそうそう。シャトルを打つんだよ。シャトルって？この羽のことね。
羽みたいなのです。ミルクは詳しいな。ラケットでシャトルをうちっこする遊びですよ。うんうんうん、中学高校でやりよったね、授業で。前にバラエティ番組でバドミントンしてるところ。バラエティ番組とか見るのね。羽を打ち合うんだ。なんだか燃えそう。楽しいよ。私はテニスよりもバドミントン派だから。早速勝負です。でもバドミントンに慣れとったらさ、テニスラケットめっちゃ重かった。びっくりしたもんな。肩揚げポテトかけちゃおう。肩揚げポテト食べてるの二人とも。負けないです。お、燃えてるね。楽しそうなバドミントンありがとうね。うんうん、いっぱい遊ぶです。いい運動になるはず。あゆなさんにプレゼントしたいものがあるです。なになに。あゆなさんにはいつも助けてもらっているので、どの角度から見ても可愛いな。このお花で少しでもお礼したいです。なになに、どれ。タンポポありがとう。さっき収穫したんかな。嬉しい。喜んでもらえたら、うん、お花が飛んでるわ。嬉しいです。このお花、ガーデニングでも育てたことのあるお花ですね。うんうん、さっきも収穫したね、確かタンポポ。タンポポっていうお花です。私はタンポポの綿毛を吹きながら歩くのが好きやったよ、小さい頃。聞いたんですけど、タンポポの花言葉は真心の愛らしいです。ありがとう、素晴らしいね。このお花をあゆなさんにプレゼントできて嬉しいです。うんうん、ありがとう。プレゼント受け取ってくれてありがとうです。受け取ってくれてありがとうやって、もう可愛すぎる。そんなことにまでお礼を言ってくれるのね。恋ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。こんな風になんかね、二人で遊べるものがもっともっといっぱい増えたら見よっても楽しそうよね。